ハンス・ドンスは、ノルウェー海軍の軍人である。1912年に、ノルウェーで、最初の飛行を行った。アイカーのエーカーで生まれた。1903年に軍に入隊し、1906年に、ドイツのシャルロッテンブルク工科大学に派遣され、電気工学を学び、ノルウェー最初の潜水艦コップンがドイツで建造された、時、ノルウェー海軍の責任者となった。 スタート後海軍で飛行機が話題となると、ドンスはドイツに旅し、ルンプラータウベの購入を決め、購入資金と飛行訓練の費用を集め、1912年6月1日に、スタートと名付けたタウベでノルウェーで最初の飛行を行った。方天からオスルフィオルドを超える 48km35 分の飛行であった。この飛行によって、 ノルウェー海軍航空隊が設立され、1915年にノルウェーに水蒸気を製造するマリネンズ、フライブバトファブリックが設立された。ドンスは潜水艦国分の艦長となり、その後も潜水艦での任務を続けた後、各国の駐在部官・爆僚を務めた後、健康を害して1935年に退役した。ありがとうございます。